って極限に削るっていうかさ、体重を削ろうとしてするダイエットでも短期的に削ろうとしたって結局続かないと思うんだよね。俺も継続は力ないって言葉あるけど、本当ちょっとずつ痩せていけばいいんじゃないのかなと思う。結局継続するのが、うん、最終的には強いんじゃないのかなと。だから本当にあまりもうやりたくないって思うぐらい無理しないで、ちょっとずつね、日々の積み重ねでちょっとずつ我慢してっていう、そして長い目で見て続けられて無理もないダイエットを続けるっていうね。うん、あと一気にご飯を多分抜いちゃったりとか、本当に一気に我慢しちゃうと多分本当にね、もう続かないだけじゃなく、なんつうんだろう、もう体が多分慣れていかないと思うんだよね。体が多分一気にこう痩せようとして我慢してるとさ、絶対反動来ると思うの、リバウンドっていうか、もう絶対もうめちゃくちゃ食べたくなる時が来て、そこで一気にリバウンドしちゃうと思うから。そう、でもちょっとずつこうご飯の量を減らしたりとか、ダイエット食品をちょっとね置き換えてやったりとか、ちょっとずつ運動したりとか、そういうことを繰り返すことによって無理のない、そしてなんか体を慣らしていく、ご飯の量をちょっとずつ減らしていくことによって、だんだんその量でこうなんつうの、うん、その量で我慢できるようにしていくというか、慣らしていくっていうか、うん、そういう意味でもやはりあまり無理をしないのもダイエットとしては重要ないんじゃないのかなって僕は思ってます。はい、僕が思うにね、うん、はい、今何キロなの知りません、測ってないです。今測った方がいいですかね。うん、今測ります。でもパン1になるのやだな今から。ちょっとトイレ行ってきて、その前ちょっとでも軽くなるように。体重計どこだ体重計あった あーやばい、何これ。これいちいち裸になるのやだな、裸っていうかパン1ですけど。はい、ちょっと恥ずかしいから暗くしよっか。じゃあ測りますね。これもつけとっか、わかんねえやこれじゃ。
おおおおおお減ってる減ってるぞ減ってるほらマジでえこんな減ってると思わなかったマジで64キロこれマジでじゃあれズルしてないよ本当に64ちなみに体脂肪率はあれこれどこでこれかあ 24.2 減ってるな26とかじゃなかったっけいろいろ減ってる他はこれどうやってみんななんかうまくできてないなまあいいやもう一回測ってみる誤差もあると思うからもう一回測ってみましょうかだいぶ誤差がある今度 65.2 だったんだけどあれ何かさこれ誤差半端なくないこの体重計何これもう1回ぐらい測る3回ぐらい測ってみる誤差半端ねえなこれだった。多分三回測って 65.2 が2回だから 65.2 なんだろうねこれ。マジか。ちょっとリバウンドしちゃった。ちょっとリバウンドしちゃった。ちょっとだけ。まあでも言うても痩せてるからね。言うても。だって開始するとき 66.5 だったんだよ開始するとき 66.5 だったんだよだから仮に 65.2 だとしても 1.3 キロは痩せたからね 1.3 キロいや誤差とか言うけどね誤差っつっても 1. 何でそんな誤差とか言い出したら 66.5 のときだって何回か測ったとき67ぐらいとかあったからねで何回か測って 66.5 らへんかなって感じになっただけで、そんなこと言い出したら67だとかだったから、ね。誤差、65.5 の時、67とかだった。今完全に67とかまでいかないじゃん。うん。なんだかんだ痩せてるよ、1キロちょっとくらいは。で、しかも、ね、ご飯で誤差があるとか言う人もいるけど、そもそもご飯1キロも食わないでしょね。食った後と食う前とかお腹空いてね、便を出した後とかの、まあ、差はあるとは思うけど、言うても、ご飯をね、ご飯を、1キロちょっととか詰め込まないでしょ、一食で。ね。そんな、一食ってわけでもないけどさ、うん。出さないで2食とか食ったらその分増えるんか知らないけど、まあ、増えるんかもしれないけど、でも言うてもそんな1キロちょいとかそこまでそんなね、うん。ギャル曽根5キロ食う。だから、俺はギャル曽根じゃないでしょね。ギャル曽根は食った後5キロかもしれないけど、俺ギャル曽根じゃないし、俺ね。ギャル曽根じゃないのに、ギャル曽根みたいな、そんな基準で言われても困るんだけど。うん。マックス鈴木とかが、本気出すと 8キロ、9キロぐらい変わるんだよね。でも小林武はもう2桁いく、11とか12キロぐらい太れるんだよね。太れるっていうか食えるんだよね。うん、そこの差を感じるってマックス鈴木が言ってた。だからって感じだろうか。だからって感じだろうけど。いやでも、ちょっとやっぱ痩せてきてるね。うん。痩せてきてる。なんだかんだ言うても。やっぱ痩せてきてはいるよ。うん。身長は俺本当に162だから。